どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで今回なんですけども、知らないと危険なこともある驚愕のカヨプリコ使用について公式発表と、今あるバグや修正、そして多い質問の答えです。まず今週はボーナスマネーというのがあるんですが、タクシーの仕事、これを2万ドルまたは4万ドルの仕事条件をクリアすると72時間以内に GTA マネーが10万ドルとか、それを何回かもらえるよということで、マックス30万ぐらいもらえると思うんですけども、まあ、これがもういよいよね、早い人だともうもらえてるよということで、コメント欄などももうもらったよっていう方もいましたので、必ずねセーブをかけて GTA アプリを再起動して、で大体72時間以内に来るっていうことなので、まあ1日2日ぐらい待ってみてください。そしてカヨペリコ強盗の警備公式のサポートからの答えということで、これ1月の26日の時点で出ていたんですが、ジャガーノートなどの警備がめちゃくちゃねカヨペリコ強くなってますけども、これどういったことですかというね、まあ質問をしたところの答えっていうのが返ってきまして、これなんとですね、公式の言い訳というか公式の見解では、もともとこの警備がバグっていてちゃんと機能していなかったと、で機能していなかったところを修正したんだよということらしいので、今までの警備が甘い状態がむしろバグだったということで、これはまたひどいということで、またそのうちねカヨペリコは仕様が変わるんじゃないかということです。では3つ目、 PC 版の方が公開セッションでチーターの被害に今まで以上に多く遭っている件についてなんですけども、これ、まあ、PC 版ってよくチーターがいられるってね、よくコメント欄とかで見かけるんですけども、まあ、いよいよ1月の中盤ぐらいからひどくなってるようで、まあ、本当ね、ここ最近こういったコメントありました。公開セッション行ったらバグってなぜか、ランクがね、1にリセットされました。コメントくれた方は、PC 版のプレイヤーさんで、それに対して、チーターにやられた可能性ありますよとか、PC 版は公開セッション行かない方がいいですよっていう風に他の方もコメントしています。これね、ちらほらこういったコメントってね、あるんですが、1月中旬あたりから結構多くなってきて、また、テッツ氏によりますとね、1月中旬あたりから実は警告が出ていました。まあ注意っていう感じで、PC 版についてこれ注意ですよ、本当に公開セッション行かないようにしてくださいっていうのが出てたんですけども、まあ、1月21日ぐらいかな、出てたのかな。で、その時にね、すぐにね、ファボテラも出してればよかったんですけども、まあこういったね、被害が増えてるということで、今回お知らせしたいと思います。まず公開セッションに行ったりすると、ランクをいじられたりとか、解除物をいじられたりとか、または負け犬の帽子をつけられたりとか、お金をね、取られたりとか、逆に増やされたりとか、またはね、クールダウンタイムミッションをね、リセットされたりとか、いろいろいじくられるということで、まあ、大きく影響するのは GTA マネーだったりとかランクっていう部分はすごくいじられてしまうと、まあ、その人プレイヤーさん自体がですね、何もやってなくても勝手にやられたことにより GTA マネーをプレイできなくなったりする可能性もあるので、まあ、このようにね実際被害が出ていると、まあ、ランクっていうのは8000が上限なんですが、なぜか公開セッションで7999のプレイヤーがたくさんいるとか、このようにランクがいじられてしまうということがありますので、 PC 版の方は基本公開セッションに行かないように注意してください。まあ、稀にね招待限定セッションにいてもすごい入り込んでくるっていうこともあるらしいので、そういった時はすぐねアプリを閉じるようにしてください。では4つ目、不正入手レールガンについてなんですけれども、レールガンは1月に販売、銃器版から発売されました。でその1週間ぐらい前にモッドジョブで手に入れた方、先行入手した方っていうのが、まあ、おそらくね今現在はね、回収されて持っていない状態になります。これまあ、1つ目の警告みたいな感じで思っていた方がいいかなと思います。で、そういった方は、まあ、正規の方法で銃器バンから、ちゃんと購入してください。このバンの位置っていうのは GTA プラスに入ってる人は常にねマップ上にどこにいるか分かるんですけども、そうじゃない方は、過去の動画にもね、常にどこでね、バンが出ているかっていうのを更新してるサイトがありますので、そちらの方 URL 一応貼っておきますので、そちらの方も参考にしてください。で銃器版でレールガンをちゃんと購入した方がいいですよと。また銃器版は1週間ごとにちょっとね内容が変わったりして、今週なんかはミニガンがあってランクが低くても、普通は通常120ランクぐらいでミニガン解除だったと思うんですけど、そうじゃない方もミニガン変えちゃったりもします。で GTA プラスの特典でこのようにバットやナイフが、ちょっと柄がありますよっていうことになってます。で、弾薬購入が通常購入できる状態になります。ここで買えばですね。
先行でモッドジョブから入手した人は、このね重機板からちゃんとね購入した方がいいです。今までモッドジョブで手に入れた人はこのレールガンを、弾の補充っていうのが基本できなくて弾薬すべてね、購入でね買っていた状態になってましたので、まあ、これはちゃんとね、正規のルートで手に入れた方がいいかなと思います。で、現時点でですね1月30日の時点でもこの、レールガンを手に入れた、モッドジョブっていうのはまだまだ機能していて普通にレールガン出ちゃいます。でこのままジョブをね退出すると、まあ、レールガン持った状態になってますね。なので、まあ、これね、一度ね回収されてますのでどうせ多分2回目やったとしても、まあ、おそらくね一時的には持っててもまた回収されるかもしれません。またこういったね感じで一度回収されたならもう2回も3回もやらない方がいいかなと思います。基本的には1回目でやめといた方がいいですね。では1Cレトロ売却注意点ということで今回は車両複製などマネーグリッチをやっている人がおそらく対象になってくるかなっていうのとまたはアリーナの車両をたくさん持っていてちょっとこの時期にちょっと売却してね処分しようかなっていう人に対象になるかなっていうね話なんですけれどもまずですね AC レトロカスタムとかこのアリーナの車両っていうのが現在今週ですね次の木曜日のアップデートまで売却しようとすると、まあ、結構ね安くなってると、まあ、30万ぐらい落ちてるかなと思います。なので今週は売らない方が、まあ、ちょっとねいいのかな来週売った方がお得になるのかなと。また車両複製などの手順で、例えばですねカスタムナンバープレートをつけてくださいって言ったのにつけていないとどうなるのかっていうところもちょこっと見せていきます。まあ、現在売却価格が30万ぐらい下がってるっていうのは今週アリーナの車両のアップグレードが割引が来ているからということでこれらはベニーズの車両アップグレードが割引とかそういった時も同じように、こういった部分に結構影響してきますのでまあ、複製をしてようがそうじゃなくてもともとアリーナの車両は今いっぱい持っていて今週売ろうかな処分しようかなっていうのはちょっとね損になるよっていうところだけ気をつけてください。また、ここからは、車両をねコピーした人のね、話になるんですけれどもカスタムナンバープレートをつけてくださいといった手順でつけずに、ナンバープレートをカスタムナンバープレートをつけずにコピーしましたとそういった人は、このように一発で、30時間の売却制限にかかります。もうこうなってしまうと半年ぐらいね解除できなくなりますのでじゃあどうすればいいのかもうすでに、カスタムナンバープレートをつけずに車を何台も作っちゃったよっていう人はここからね、処分しなくてなりません。例えばその、コピーしてしまったちゃんと言われた通りカスタムナンバープレートをつけずに作ったこのダーティー車両と思われるものは全てLHRH8 などで上書きして消すことでダーティー車両を排除できます。これね1台1台まあ売ろうと思えばね30時間に1台売ることはできるんですけれどもすごい制限がずっとね7ヶ月とかね普通にね付きまとってきますのでまたこの車両をね持っている限りずっと付きまとってきますので基本的にはもう消しちゃった方がいいです。まあ、こうやってね失敗して作ってしまったものっていうのは基本持ってない方がいいので全部消すっていうのがおすすめです。また、マネーグリッチなどを使わなくても現在はナイトクラブとカヨブリコで十分稼ぎますので、そちら初心者講座の方なども参考にしてください。というわけで最後までご視聴どうもありがとうございます。